新入部長 YouTuber の橋上光です今回は、えー、実はですねオンラインサロンを立ち上げましたで、現時点では5月6月は無料で参加できるという形で,ですねまあお試し期間ということでですね、えー、立ち上げているんですけどもその第一弾ということでですねオンラインセミナーを開催いたしましたで、オンラインサロンの名称は 戦略経営人事オンンンラインサロンこれ仮称なんですけども、えー、まあ経営に関する戦略経営に関することやまあ、戦略人事っていうところに関するまいろいろ意見交換できるような場を作ろうという観点でですね立ち上げております。でその第一弾としてオンラインセミナーを開催したんですけども今回のオンラインセミナーの内容に関してはこちらですね。 ランチェスターのの武田洋次先生の教材社長の差別化学習法の上官ですね上官を使わせていただきながらセミナーの方を開催いたしました。でまあ武田先生ですねご存知の方も多いかと思うんですけども武田先生は、えー、例えばフォレスト出版から出ている小さな会社社長のルール、まあ、こういう本出されております。 でこの本はですね、今は絶版のようなんですけども、武田先生のところで購入することもできるし、で合わせてまあアマゾンからの中古とかも買うこともできるのかなというところです。あとはあの加野さんという方との協調でですね、まあ、すごくこう売れてる本ではこのこれもフォレスト出版から出ている小さな会社、えー、儲けのルールという本ですね、えー。こういった本も出されております。 で、今回の社長の差別化学習法というのはこの朝出版が出ている社長のためのランチェスタ式学習法という内容ですねこちらの方の内容なんかが、えー、今回のセミナーのテーマ内容でした。 で、まあ、オンラインサロンを今回立ち上げてるんですけども、まあ、何のためにこれ今回立ち上げてるかというと、まあ、当然今回のこのねコロナの騒動が起こってですね、まあ、リアルで会、えー、ったりとかあ、もしくはリアルでセミナーするとか、そういうこと自体が、まず、できないという状況もありましたし、やはり、まあ、学ぶっていうことですね、あの、まあ、 できるっちゃできるんですけども意外に、えー、まあ割となんか自粛ムードの中で学ぶっていう部分がですね少し抜けてる部分もあったりとかするので割とまあ時間が割とできてるに関わらずまあ持て余してしまってるとかですねやっぱ自宅待機だったり自宅勤務だったりとかするとなかなかその学ぶっていうことを主体的にまあしにくいような 環境もあっったたりりするのかなと思ったりしましたので、まあせっかくなので、まあ、私が持っているコンテンツだったら私が扱えるコンテンツとかがあのそれなりにちゃんとありますので、まあ、それをいろいろな方にもちょっとご情報提供もしながらですねでなおかつやっぱりサロンなのでここに参画する方々がいろいろ交流していけるような場をこれから作っていきたいなと思っております。 やっぱりまあ人ってですねまあ人というかまあビジネスっていうのはその得意な部分もあれば苦手な部分ってあったりするじゃないですかまあ、私だったらまあ人事の部分が専門領域ですよ、えー、じゃあそれ以外の部分で営業とかですね、えー、まああとは何でしょうねまあいろんな分野ありますよねそういう かあの各のでいろんな専門分野がある中で,で私が例えば不得意な部分とか、まあ、苦手とする部分なんかは自分で学んでいくのも一つでしょうしでもしくは自分が学ばなくてもすでにできる人が目の前にいるんだったらその人に広くですねいろんな情報を提供してもらうようなそういう場を作っていければなというふうに思っております。 なので、まあ、今回オンラインサロンという観点で第一弾としては武田洋一先生のオンラインセミナーを開催させていただいたんですけども、まあ、第二弾も土曜日の10時ですね朝10時から2時間ほどでセミナーさせていただくんですが、まあ、今回のこの社長差別化学習法の上官の続きでですね 下巻ですね。下巻を、えー、今週の5月の23日土曜日の朝10時から開催をいたします。えー、またあの概要欄にはリンク貼っておきますので、そちらの方からですね、ご興味ある方は、まあ、ご参加いただければというふうに思っております。で、えー、っとまああとですね、まあ私はあの武田先生のところでこの教材を扱えるっていうのはあの実はですね、2年前 にえー、まあ、縁ありましてですねえー。ランその武田先生の会社ですね。ランチェスター経営のその代理店にならせていただきました。で、当時ですね。私自身がまあ、非常にちょっとこう。自分自社えー、まあ、自分の会社っていうところも一つちょっと悩んでる時期もありましたし。しや、もう少しですね。経営っていうものを本格的にちゃん,ちゃんと学んでいきたいなと。 まあそれは自社もそうですしあとまあ私のクライアント先に提供できるような、えー、まあ付加価値というかまあ新たな情報とかですね、まあ、そういう観点で自分自身がもっと勉強しようというふうに思いまして、えー、ランチェスター系の武田良二先生の門を叩いたということです。まああの全部 全フルセットですね。武田先生の教材を買わせていただいて、まあ今も、まあ、2年ちょっとぐらい経ちますけども、学び続けていると。で、まあ学びながら実践していくと。で、今回セミナーもさせていただくのも、自分自身が一番学び、そしてまたアウトプットもしたりとかですね、そういうことをできるので、 そういうい意味でですね自分が学,ぶこと学んでることをまたいろんな方に情報提供したりとかいろんな方にですね有益な情報を配信できるなと思ってオンラインサロンというのを立ち上げております。 なので、まあ、武田先生の教材も使いつつあとまあ私自身のコンテンツをです、ねえー、まあ人事の領域ですね人事の領域のことについても配信させていただきますしあとは、まあ、あの著者の方もねいろんな知り合いもいるので、まあ、その方に、えー、まあ登壇していただくのかもしくはその方の著書を使わせていただきながら勉強会なんかもですね開催していくという形になっております。 で今回はあの5月と6月ですね5月月と6月に関しては、まあ、完全無料で参加できるようにしておりますので、まあ、お試し期間という部分も含めてですね、えー、あとはあのセミナーやった後に動画配信もさせていただくので、えー、まあライブで。 そのオンラインサロンオンンオラインセミナーに参加できなかった場合には、まあ、後日その動画なんかを見ていただきながら学べるようなそういうこともですね、えー、やっておりますので、まあ、もしご,ご興味のある方はですね、まあ、是非サロンの方に参加いただければなというふうに思っております。で、まあ、あとはですねちょっと、まあ、第1弾をねオンラインサロンオンンオラインセミナーで始めさせていただいたんですけどもこれやっぱりですね 思ったのは、まあなまあ、何事もそうなのかもしれないですけども自分がこう主催者としてやるっていうことが一番自分の中でも学びになるなと思っております。というのは、まあ、ちょっとまあ舞台裏的な話をしますとですね、まあ、今日今回この武田先生の教材を使わせていただくことになったんですけども。 まあこの教材を使うにあたってぶっつけ本番でじゃあこれ動画を流しながら私がこう合間合間でですね解説とかフォローしながらですね進めていけるかっていうとそんなことないわけですよ。でじゃあどうするかというとやっぱり事前にこの動画を何回かちゃんと見るんですよ。でなおかつある程度の進行をどういうふうにするのかってことを自分なりのシナリオをちゃんとあの 書き出しをしをてるんですよでそれで、まあ、今日の、えー、夕方、まあ、夕方で夜の7時から2時間あほとんどのですね、まあ、セミナーに臨んでるんですねだから自分自身が一番勉強することになるんですよ結果的に。それは非常に大きいなと思います。なのでまあこの動画をご覧いただいている方々でもしオンラインサロンに興味ある方はですね あのまあ、私今オンラインサロンを学びながら、まあ、今運営を始め,始めているので、まあ、そのオンラインサロンというものに興味ある方はですねまたそういう方にあのオンラインサロンの、まあ、対価というかですねコンサルの方もいらっしゃるので、まあ、そういう方もねお,おつなぎしたいなというふうに思っております。 まあ、いずれにしてもですね、やっぱりアウトプットしてながらですねあ、まあ、アウトプットするってことが一番の学びだなっていうのを、まあ、今回改めてね、実感しましたので、ぜひそういうこともご一緒にできればなというふうに思っております。はい、ということで今回は以上になります。ぜひ高評価、およびチャンネル登録をお願いいたします。